ではです、ね、これからデジットボディを使って簡単な車を作る例を紹介してみたいと思いますこのオブジェクトなんですけども一応車輪と下軸のつもりですこちらに対してアクティブデジットボディを定義しますこのままですとバウンディングボックスになってますのでコンベクスハルに変更しますではさらに 車軸とこれだけの状態です何も起きませんのでモーターを与えてみたいと思います。d i ジットボディの中からマルチコンストレイントツール t t o 外を選択します。設定するとこのように腸痛外が設定されます。これは通常ヒンジコンストレインとして使うものなんですが このタブの中にですねモーターという項目がありますこちらを使用すると実は回転するエネルギーを得ることができますでは実際に設定を行ってみたいと思いますがプリミティブでポリゴンメッシュグリッドを取り出します少し下の方にですね持っていきます さらに、フォースで重力を取り出します。では、アニメーションを再生してみたいと思います。その時に、モーターで、モーターの速度とトルクを設定してみたいと思います。では、動かしてみます。何も設定、何もなく下に落ちてしまいました。それは、このオブジェクトが、リジットボディとして認識されてないためです。そこで、パッチブのコンストレインを与えます。 では、動かしてみます。そうすると、まあ、適当に動いているのがわかります。ほとんど何もコントロールできない状態ですね。ちなみに、リジッ i ボディでシミュレーションプロパティの編集で、今、サブステップが4になってますので、それも少し変更してみたいと思います。やはり、こういう状態です。 当然ですが、何か起点になるものがないために、むやみにこの中心の軸が回転しているだけの状態です。スピードを速くするとこういう状態になります。遅くすると、こんなふうに回転するんですが、そこでこのままの状態ではシミュレーションが適切に行われないというのが想像できると思います。そこで 今度は中心の軸を作って後ろの後輪の部分も作ってみたいと思いますその前にこちら必要ありませんのでハイドして隠しておきますではプリミティブの中からポリゴンメッシュ立方体を選択します適当に 設定しますね、まあ、こんな感じでしょうか。では、これでこちらのオブジェクトに対して RigidBody のアクティブリジットボディを定義します。さらにこと、このオブジェクトとこちらのオブジェクトが一緒に動くようにです、ね、やはりコンストレインを与えてあげます。選択した状態でリジットボディの リジットコンストレイン固定を使いますではついでですので後ろの部分も作ってみたいと思います こういう状態ですね同じようにリジットボディのリジットコンストレイン固定で後ろを固定しますあとはリジットボディのマルチコンストレイン超都外で 同じようにヒンジコンストレーンを設定します。まあ、日本語の場合は調子外いですね。では、これで動くかどうかを確認してみたいと思います。4つを選択した状態でモーターにタブを入れてみます。まあ、適当に。 設定しておきますでは、先ほど隠しておいたグリッドを取り出します。ちょっとまだ小さいですかね。では、試運転をしてみたいと思います。アニメーションを再生すると、このように動いているのがわかります。スピードを上げるとこんな感じです。反対方向に。 動かすとまこういう状態になっています落ちていきましたねまこんな感じで最も簡単な車が作成できたのがわかると思います